いどうもピョキングです。今日はですね、久しぶりに一発回りをやっていきたいと思います。まあ僕のですね世界のコース遊ぶときに一番最初のコースは一発回りよっていうのが多いんですけど、やっぱ楽しいんですよ、この一発回りを。そしてこのサラダさんっていう方が作ってるね、一発回りよは結構こう難易度が高くて考えさせられるステージがめっちゃ多いから、このサラダさんっていう方はですねめっちゃおすすめです。それじゃあ早速やっていきましょう。一発マリオ44、クリア率は 0.79% ですね。でこれはですね、おそらく僕一発で本当にいけると思うんですよ。それはなんでかっていうと、これ見る限りですね、まあ普通に行ったらいけないんですよ。だから一回右に行ってこう勢いをつけてしゃがんでくるリンパみたいな。よし、はい、それじゃあですね、今日は難しいコースをやっていくっていうわけじゃないんですけど、コメントを拾っていくと人気ランキングのねコメントを違う、人気ランキングのコメントじゃないあの人気ランキングのコースをですね遊んでくださいっていうコメントがあったんですね。だから久しぶりにですね、今日は人気ランキングのコースを遊んでいきたいと思います。クリア率はですねめっちゃ簡単なんですよ。 31.15% で、これアーケードクラシックスって書いてます。でこのアーケードクラシックスっていうのはおそらくですけど、あのミニゲーム的な感じなんじゃないかなって僕は思うんですよね。これはパックマンって書いてるね。だじゃあパックマンっぽいコースなんだでしょ。あ、やっぱりね。いや、パックマンはね、うん、わかります。うわ、でもこれちょっと難しいね。あの、テレさんが結構邪魔してるんですよ。まあ、その中で、このピンクコインをどんどん集めていけっていう感じかな。ちょっと待って、オッケー。よし。で、次一番左。まあ、パックマンみたいになんか追いかけてくる敵がいないから結構簡単ですよね。よし。じゃ、これはあと一番真ん中のあのピンクコインだね。うわ、これちょっと難しいね。おっと、ちょっと危ないよし、これは平和に行けました。よし、オッケー。じゃあドアに入りましょう。そして次は何だろうね。今度はダックハント。ダックハントってなんだっけ。アヒルだったっけ。え、なんこれ。え、あ、わかったわかった。これさ、多分あのバブルをこんな感じに倒せばいいんじゃない一発一発だったね。え、あ、こっちか。あ、こっちか、こっちか。あの、土管に入るのと間違えた。次は、ドンキーコングだね、これ。絶対ドンキーじゃん。おそらく上からなんかね、どんどん降ってくるんじゃないかな。あ、キノコくれるんだ。優しい。うわ、マジでドンキーっぽい。ちょっと待ってね。え、ちょっと待って、危ねえ。え、うわ、音楽もマジドンキーじゃん。え、めっちゃ可愛いね。しかも、ところどころさ、なんていうの、このキノコくれてるのありがたいね。さて、今度は、ちょっと待って。もう、ちょっと急でしょう。もうちょっとさ、あの、倒した感欲しかったよね。急に倒すもんだから。今度は、ピンボール。え、ちょっと待って。これは当たってって、今度どうするんだろうね。これか？おーすげえ、マジでピンボールっぽい。あ、これすげえ。あ、待って待って、これ結構タイミングよくいかなきゃダメだね。これ、うわ、すげえ。いや、これすげえ。よし、これ。いや、でも結構簡単だね。そんなに難しくない。いけ、うわー、もうちょっと、ここ、よし、オッケー。うわ、楽しい。うわ、ちょっと待って、入るとこミスった。いや、こういうミニゲーム作る人マジ天才ですよね。今度はテニスね。まあね、あのクリアする、まあ、激ムズコースとかもそうなんですけど、あのやっぱりこのスーパーマリオメーカーっていうのはですね、作る人の方が僕すごいと思うんですよ。作る人はやっぱり両方しなくちゃいけないからね。あの作ってコースを遊んで、それをまたクリアするする人はね、あのコースをクリアするだけでいいんですけど、まあ、作る人はね、作ってなおかつコースをクリアするから、すごいなって僕は思います。それじゃあどうもありがとうございました。で次はね、この難しさをとても難しいで全期間ランキングで見ていきたいと思います。そしたらね、この12番目のねコースでめっちゃ面白そうなコースがあったんですよね。フルジャンプって書いてるね。ちょっとその前の英語は何て読むかわからないんですけどねさあ、クリア率 1.67% のこのフルジャンプコースやっていきましょう。なんか2って書いてたね。1もあんのかな。うーわ、これはおそらくフルジャンプだから、もうしょっぱな行こうか。うわ、ちょっと、あ、わかったわかった、こういう感じか。うわ、わかったわかった。これめっちゃ楽しそうだね。
まあ、今回このコースはですね、この青のところが向かうべき道しるべとなってると思うんで、このまま行きたいと思います。よし、 OK。 次ここ、あ、これは簡単だね。簡単っていうか優しいてか気持ちいい、これめっちゃ楽しい。そしてですね、僕あのやりたいコースがあるんですよね。今までですね遊んできたコースでめっちゃ好きだったのが、あの反射神経コースがめっちゃ好きだったんですよね。でその反射神経コースと、あの敵を倒してしまうとゴールできない、やられちゃった、ちょっとわかるかな。敵を倒すなっていうコースがあるんですよね。昔のね僕の動画を見てくれた方はわかると思うんですけど、敵を倒しちゃうと次に行けないんですよね。でその敵を倒したらいけないコースっていうのが本当に面白くて、まあこの動画の視聴者さん、もしマリオメーカーをですね持ってたら、もうぜひね作ってほしいね、ぜひ誰か作ってくれない。で、ね、僕ああいうの作るの苦手だからさ、ね、誰か作ったらもう、ね、絶対遊ぶから、誰かマジで作ってほしいんですよ。そんくらいぐらいマジで好きなんですよね、あのコース。よし、でこのままここか、ちょっと待って、もうゴールだったねもうゴールだったね。ゴール直前か、ゴール直前でやられたのか。ゴールはねタイミングを合わせなきゃいけないっぽかった。だから一旦ここで止まりたいと思います。そしてここ、よしよしよし、リベンジ、オッケーよしあー楽しかったこのコース。よし、それじゃあ最後にこのコースをやっていきたいと思います。今回もですねとても難しいの人気ランキング順から探してみると、4番目のコースにあったんですよね。え、なんて書いてんだろう、スキルフルプラットフォーマー、スキルフルプラットフォーマー、え、うわ、ドクロコースターじゃん。うわ、なんか楽しそうだね。これこうやっていく感じ、いや、いいよいいよ。でここもジャンプして左ね、ありめっちゃありありの面白さ。よし、これはしゃがんでジャンプで、しゃがんでジャンプ、うわ楽しいこれいやこのコースめっちゃいいです。うわ早い、今度早い、ちょっと待って、しゃがむ、上、あぶねいやー楽しいこれ、中間ポイントね。よし、じゃあ次上渡っていきましょう。でこれは落ちるやつかな、いやちょっと待って、待って、で上に渡る、うわ今度早いいやめっちゃ楽しい。で今度これか、オッケーオッケーオッケー、よし、でジャンプ、おいおいおいいやーマジで楽しいねここ。え、ちょっと待って、ちょっ、なるほど、さっきのはブロックが出てくるんじゃないで玉を踏んでいかなきゃいけないっぽいで、よしここだったね。これは玉を踏む、目印なんだね。でこのまま渡ります、ジャンプ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ちょっと待って、はっ、これはオッケー、よしよし楽しい、これ結構楽しい、結構っていうかマジでめっちゃ楽しい。よし、で次はジャンプ、で次は右でしょ、いいね、難しさもね程よく難しいっていう感じで、なんかいい感じだね。よし、でこのまま渡っていきます。でドクロでしょ、うわよく作られてんなー、これほんとめっちゃよく作られてると思います。じゃあ次土管に入る、そしてやっぱ中間ポイントだね、オッケー。うわこれドクロ乗り継ぎながら行く感じ、うわむず、うわこれむず、よし一発で行きたいと思います、僕は一発で行きたいと思います。いやフラグじゃないよね、これフラグじゃありません、いやうわめっちゃ楽しかったこのコース、ぜひ皆さんもやってください。それじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。